皆さん、こんにちは。日本の体操女子を約10年にわたり牽引し、2022年4月に現役生活を終えた寺本明日香さん。2012年ロンドンオリンピック、2016年リオデジャネイロオリンピックと2度のオリンピックに出場しました。リオデジャネイロオリンピックでは団体4位、個人8位の活躍を見せました。引退から少しの時を経て、寺本明日香さんは今、競技人生をどう振り返っているのでしょうか。引退を決めた経緯、最後の大会に込めた思いを述べたインタビュー記事を紹介します。現役最後の試合となった全日本選手権では、床運動で全体12位の 12.666 点を出し、段違い平行棒は10位の 13.266 点、そして最後の平均台を18位の 12.633 点で終えた時には涙も流していました。どのような心持ちで全日本選手権に臨んだのでしょうか。寺本明日香さんは、プレッシャーやギスギスした緊張感もなくて楽しめたといいます。それでもある程度の緊張はあり、試合会場に入った時もこれまで何百回と試合をしてきた中の一つという感覚だったそうです。全日本選手権は10年以上出場し続けたそうですが、何回出ても嫌だな、怖いなという気持ちがあって慣れないといいます。その先にあるオリンピックや世界選手権を見据えて練習をしてきた成果を出す、シーズン最初の一番大事な試合なのでなおさらだったそうです。通過点にしないといけないという変なプレッシャーがかかり、絶対に失敗できない試合という難しさもあるのだといいます。世界大会の代表選手は全日本の後の NHK 杯で決まります。 NHK 杯と比べてみるとどうなのでしょうか。寺本明日香さんはNHK 杯の方が重要な試合だと述べます。しかし全日本選手権で一度予選と決勝の2本の試合をしているので、すんなりと入れることが多いといいます。比較すると全日本選手権の予選が一番緊張するのだと述べています。24位以内に入らないと決勝に進めない、2回くらい失敗したら入れない、下手をしたらという不安もあると、様々な要因で緊張度合いが異なるそうです。ただ今回は10年くらいやってきて、その失敗はしなかったのだそうです。アキレス腱を切った後の2020年12月の試合は実3位で、翌年4月の試合は6位でしたが、その他の年は1から3位には入っていたし、決勝も必ず第1班には入っていたといいます。それでは最後の試合を全日本選手権にしたのはどのような経緯だったのでしょうか。寺本明日香さんは、1回楽しくやりたいというよりも、出場できなかった去年の東京オリンピックがあり、そのままフェードアウトするのではなく、ちゃんと最後の試合ですという場を作りたいという思いがあったそうです。コロナ禍でずっと試合がなかったため、必然的にそうなったそうです。東京オリンピック前の全日本選手権で今年の出場権を取っていたので、それを使う使わないも自由だと思ったといいます。苦しかったといえば苦しかったし、トップでやっていた時の技に戻せていない状況で、自分のプライドのことも考えたそうです。しかしそれよりも最後の試合をしたいという一心で臨んだようです。本当に全日本が最後になったのは私にとっては良かったと思います。このインタビューの中で寺田明日香さんが発した、死ぬ気で飛ぶのはもう無理だな、限界だな、ということが全てを物語っています。話は続きます。2021年5月の NHK 杯が終わった後の取材では、ここまでだなと思って演じたと話していました。記者はすぐにも辞めたいのではないかと感じたといいます。しかしその後は東京オリンピックの補欠選手にも選ばれ、合宿にも参加する中でもう少しと思ったのでしょうか。寺本明日香さん曰く、あの時は結構心が折れていた時期なんです。と述べています。本当に体操をやりたくない状態だったと言います。でも東京オリンピックへ向けてやらなければいけないから、最後の仕事だと思って、心は嫌だけど体は動くので、このまま終わるのもどうかなと思うようにもなって、と混乱状態の中練習に臨んだそうです。公式に進退を明らかにしていなかったので、友達からも終わるの？終わらないの？どっちなのよ？みたいに言われたようです。自分でも終わると言ったら、うーんだし、やるの？と言ってもうーんだし、と語り、白黒はっきりしてなかったため、モヤモヤした感じだったことを振り返っています。その後も気持ちが入ると演技はできてしまうけれど、
現実の世界では足の痛みはあったそうです。足を治したら気持ちが乗っていくのではないかなと思い、1ヶ月くらい足を休ませたら一時的に痛くなくなったそうです。でも10年間はずっとトップレベルの練習をしていたから、その練習をすると体がきつくて限界だなというのが分かったと言います。食生活もそれなりに考えて取り組んでいたそうですが、体をちゃんと作り上げるのが難しかったと言います。特に跳馬は顕著だったそうです。チソビチナという技をやるので毎回死ぬ気で飛んでいたそうです。衝撃も大きくて毎回事故に向かうようなものなので、相当な緊張感もあって気持ちと体のコンディションが揃っていないとできない技だと言います。しかしその時悟ったそうです。死ぬ気で飛ぶのはもう無理だな、限界だなと感じたと言います。そのため全日本選手権では跳馬は自分の得意種目でもあったのですが、自分の最高の演技は過去の映像に残っているからそれを最後にすればいいと思って回避したそうです。ただのプライドだったかもしれないですけどと笑いながら話す寺本明日香さんはとても納得していた様子でした。競技生活を終えた今は、終わってからは日常生活でもスポーツはしていないし何もしようとは思わないと言います。階段を上がるのが今の一番のスポーツなのだそうです。10年以上も日本代表としてやってきたら、引退の時はやはり大切にしたいという気持ちが強くあったと言います。演技会のように点数も関係なく演じた試合だったそうです。自分が演じて何かを残したいというか、これからはあなたたちだよというのを後輩たちに伝えたかったと述べています。世界選手権や五輪に1回出るだけでもすごいことですが、やはりどの選手にも日本の女子を引っ張っていってもらいたいし、みんなに応援されて尊敬されて頼られる選手になってほしいとエールを送っています。そのため最後の試合は、それを言葉よりも背中で見せる最後の終わり方を見てほしかったのだそうです。最後の戦いはアキレス腱断裂からの復帰途上でした。そこで挑戦をやめる選択肢は全く考えなかったのでしょうか。そこは体ともだいぶ相談したそうです。やりたい気持ちはいっぱいなのに、やればやるほど痛みがひどくなるのでダメだなとも感じていたようです。アキレス腱を切ってから一番怖かったのは足のつま先で蹴る動作だったそうです。一番影響がある床は結局技のレベルを落としましたが、跳馬はチソビチナを絶対に戻したかったという強い信念があったそうです。でも助走で左足は蹴ることができず、かかとからつくベタ足のような走り方になって、そのうち反対の右足も古傷が痛み出したのだそうです。五輪選考会の時は痛み止めを2回打って体に無理をさせたからまだマシだったと言いますが、跳馬の助走に関しては結局目指していたレベルには戻らなかったそうです。しかし念願のオリンピックへの挑戦を途中で断念するというのはどの選手にもないことだろうし、私の選択肢にもなかったと述べています。プライドというより決めたことだから最後までやりたい、自分に負けたくないという気持ちだった言います。寺本明日香さんは1995年11月19日生まれ、愛知県の出身です。ミキハウスに所属しています。16歳で初出場の2012年ロンドンオリンピックで団体8位、2016年リオオリンピックでは個人8位団体4位入賞を果たしました。2019年世界選手権ではキャプテンとしてチームを引っ張り、東京五輪の団体出場枠獲得に貢献しました。しかし2020年2月に左アキレス腱断裂の怪我を負ってしまいます。翌2021年全日本選手権は6位に終わり、3回目のオリンピック出場は逃しました。そしてご案内のように2022年全日本選手権を最後に現役を引退しました。2022年4月25日所属するミキハウス本社で引退会見に臨み、第二の人生について語りました。会見は終始笑顔で涙はなしでした。今後については、体操から離れちゃうと仕事ができない、でも社会勉強をしないといけないと思うんです、ぶっちゃけコンビニの店員をやってみたいですと冗談交じりで明かしていました。視野を広げつつ、今後は体操の指導者としてオリンピック選手の育成に携わっていく方向だといいます。寺本明日香さんに彼氏がいるかどうか調べたのですが、情報はありませんでした。 SNS に載せている投稿はほぼ体操関連で、全くと言っていいほど私生活について語っていません。
体操と私生活については全くもって切り離して考えているようです。週刊誌にでも取られない限り報道されることはないでしょう。ファンはどんな人か気になるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は寺本明日香さんの体操の経歴や引退にまつわる様々な出来事を見てきました。小学生の時は目標や大きな夢はなく、中学生の時もそれほど自主的に頑張っていたわけではなかったそうです。しかしライバルが現れるとともに負けたくないという気持ちが芽生え始め、全国大会や国際大会を経験するごとにもっと上達したいと考えるようになり、オリンピック出場まで夢を叶えてしまいました。引退後の第二の人生がどうなるのかとても気になりますが、まずはしっかりと休養を取って今後に向けての活力にしてほしいと思います。寺本明日香さんの今後からも目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。